君。8月18日、19日、魚釣島の洋上で慰霊祭を行ってまいりました。テレビをご覧の皆様にちょっとご説明したいんですが、国会にはいろいろな政党を超えて政策目標を実現するためにさまざまな議員連盟というのがあります。我が国の領土を守るために行動する議員連盟、10年ほど前に作られまして、教科書にきちんと領土の問題、主権国家としての領土教育を入れようじゃないか、竹島は日本の領土だと書こうじゃないか、NHK にお天気マークを竹島は北方領土つけてほしい、郵政書に記念切手発行しようじゃないか、いろんなことをやってきました。今、国会議員、自民、民主、立ち上がれ日本、新党絆、生活が第一、その他、多くの国会議員98名で活動しております。8年前から私が会長を務めております。そして日本は島国です。6850島があるんです。そのうち有人島は420です。国境離島の島々が今どんなふうになっているか、地方議員の皆様も本当に深刻に心配していらっしゃる。だから地方議員連盟、領土を守るために行動する地方議員連盟というのもできております。そこで2年前、中国の漁船が日本の巡視船にぶつかった、あれから日本の沖縄の石垣の宮古の与那国の漁業関係者がむしろ日本の海なのに出ていくことができなくなっている、できにくくなっているんです。中国や台湾の漁船は100隻、200隻来て漁業をしている。かつては日本の漁業関係者、年間15億円ぐらいですね、漁獲量があったのに、今は全くそういうことができなくなっている。こういう状況の中でこれでいいのかと、国会議員連盟、そして地方議員連盟の皆々がですね、地元の漁業組合の方たちと一緒に集団漁業活動をやろうじゃないかって。8月18日、19日は10回目だったんです。そして8月18日、19日というのは特別な日です。昭和20年の7月3日、石垣から台湾に疎開船が出ました。米軍の機銃掃射を受けて一隻は沈没、一隻は非常な状態の中で魚釣島に漂着して、多くの方が80名とも110名とも言われております。亡くなられた。戦時中ですから迎えに行くことができません。やっと戦争が終わって8月18日、そして19日に石垣に救助することができました。かつては魚釣島で慰霊祭が行われたこともある。しかし、そういう状況で亡くなって昨年石垣市長は、ぜひ遺族の心を汲んで上陸して慰霊祭をさせてくれ。これに対して民主党政権は、1年2ヶ月返事をしてないんです。せいやないじゃないか。失礼な話です。私たち領土を守るために行動する議員連盟、そして地方議員連盟の仲間たちも、今回、上陸して慰霊させてくれと申請書を出しました。8月の13日、却下されました。野田総理はテレビ中継で私に対して、慰霊は大事だとおっしゃられたじゃないですか。なぜ許可してくれなかったんですか。野田総理大臣。政府としては従来より原則として政府関係者を除き何人も尖閣諸島への上陸を認めないとの方針を取っております。その上でご指摘の慰霊祭を魚釣島で行いたいとの領土議連の要請については、私官房長官を含め政府部内において尖閣諸島の平穏かつ安定的な維持管理のためという政府の賃借の目的を踏まえ検討を行った結果、上陸を認めないとの結論となりました。ちなみにご遺族のお気持ちというお話がございました。今回の上陸申請に関し遺族会の意向を確認をしたところ、遺族会におかれては尖閣諸島が平穏な状況であることが大切であるなどとして領土議連からの上陸に対する同意要請を断ったと承知をしております。山谷君。それは間違っております。遺族会の心を汲んで石垣市長が昨年の6月に上陸申請しているんです。私は遺族会の方に今回一緒に申請なさいますかと聞いたら、私たちは昨年の6月に石垣市長が私たちの気持ちを汲んで申請してくださってるんだと、もちろん上陸して慰霊をしたいと
しかし政府が認めないなら私たちはどうすることもできない。そういうことだったんですよ。遺族にそういう答えを言わせてるんじゃないか。何をそういう答え言わしてるんですか。恥ずかしいと思ってください。そうだよ。